新しいマップジャングルフローデッド、ついに来ましたね皆さん。ということでこんにちは、お疲れ様です。ハセシンです。やっていきましょうか。ジャングルフローデッドのチームデスマッチ使っていこうと思っているカスタムクラスはこちら、 ICR7 マーク2 FMJ グリップ、グリップ2コムしてくれます。スカベンジャーフラッグジャケットゴーストじゃなくてこっちに行こうか。ICR7 マーク2 FMJ グリップ、グリップ2コムしてくれます。スカベンジャーゴーストデッドサイレンスのカスタムクラス戦っていこうと思うんでよろしくお願いします。今日の大型プレートで追加されたばかりの新しいマップということでね、なんとジャングルのセンターが水浸しになってる、浸水してるということで、さあちょっと一回水中戦行きましょうか。こっちからっすね。ほら見てくださいよ、こんな感じになっております。これ敵確認しづらいよ、これいますから。敵の姿を確認するというよりも敵のなんかあの赤い光、あの赤い光を目印として戦っていくみたいな方がいいんじゃないかなと思うんですけども、敵確認しづらいぜこれ、どこにいるんだい。さあ上から多分攻撃した方が戦いやすいとは思うんですけども、せっかくなんで水中戦展開していこうぜってことで、こっち楽しそうですね。スイスイ泳いじゃうぜ、いるんじゃないの、結構向こう行ったか、追いかけるしかない、泳ごうぜ泳ごうぜ、スイスイ行こうぜ、向こうからも来るかもしれないから気をつけて。こっちの奥いるんじゃないの、今見えたよねチラッと、チラッと見えたぜ、しっかりと息継ぎしながら行くぜ。この奥いるんじゃないの、おっと左からかい、左からかい、しっかりとカットしていく。待って待って、左から来てるね、分かってんぜ。待ってこれ敵のリスポーンじゃないの、こっち一回引こうか、一回引こうか、スイスイと泳いで帰ろうか、泳いで帰ろうか、こっち行っといて、ちょっと息継ぎしよう、息継ぎ息継ぎしておいて、左警戒左警戒、大丈夫大丈夫っぽいね、こっちから来るんじゃないの、来てるっぽいよ、カットしていく、いいエムだ、Cかあるけどね。でね、テンペストとの相性が結構いいんじゃないかなと思っているんです。なんでかって言ったら、待って、テンペストはね水中に入ってる敵だと一発当てるだけで倒せるんで、なかなかいいんじゃないかなとは思ってはいるんですけども、ちょっと待ってね、水中戦すげえな、すごいマップがまたまた登場したぜこれ。待てよ、こっちの奥、上ですね上ですね、どこにいるんだい、倒したー、勝ったけども倒せずか、今の敵はくそー、ヘールストームつながらず、もう一回水中戦いくか、それとも一回上から確認してみるかい。上から確認してもね、でもどうなんだろう、結構見やすいのかな、見えるね、奥にもいるね、倒したい、壁抜きしていく、壁抜きかな、わかんないけども、そんな感じだと思うが、どんな感じだ、見えるね、上の方がやっぱ強いのかな、水中はちょっとねかなり水も濁っているので、あでもあでも遠くに行かれたらわかんねえな、深く潜られたら見にくくなるのかな、そんな気はするけど一回入っちゃおうか。はい、こんにちは、再び帰ってきたぜ。ライトニングストライカーまだ温存していきましょう。この上いましたね、いましたよね、カットしていく、この上にいますね、こっち見てくるかい、見てくるかな、カットしていくよ、水中での戦い方うまいぞ俺、弾があんまないね、テンペストも溜まってるんで、ちょっと待って、カットしていく、逃げろ、泳ぎが速い、クイックターンかましていく、いいっすね、待てよ待てよ、あまりちょっとなんていうんかな、ちょっと待って、うわそっちから来る戦闘ヘリかー要請してから来るまでが早いな、ちょっとこれは戦闘ヘリが帰るまではちょっとゆっくり行きましょうか。さあカットしていく、このポジションいいかもね、あそこに船があるんだよな、船の上に登るっていうのもいいんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと待てよ、戦闘ヘリ怖いな、戦闘ヘリって1分ぐらい多分飛んでますよね、そんな気がするんだが、ライトニングストライク当たるんじゃないですかこれ、しっかりとカットしていく、ライトニングストライクは一応当たり判定は出てるっぽいけども、多分これ出たら戦闘ヘリにやられるよな、戦闘ヘリにやられるのだけはごめんだから、待って近くにいるぜ、ナイスカバー、一旦ちょっとここで戦闘ヘリが帰るのを待ちたいと思います。同点だからね、戦闘ヘリ帰ったかな、帰ったっぽいっすね、さあどうだい、今いたよねいたよね、分かってんぜ、ダブルキルカットしていくからの、こっちの奥にいますよね、テンペストいっちゃいましょう、この流れで、この流れでのテンペストは当てれる気しかしないんだが、多分こっちからのリスポーンだと思うんで、どうだい、いないんだが敵が、
どこ？テンペストのパラメータもう半分いっちゃってるよ。どこですか敵？この上かな？下にいるっぽいね。どこ？どこだい？そっちか。テンペストまさかのゼロキル。敵と全然出会わず終了。悲しすぎるぜ。さあシーカー一応あるけど、一応シーカー投げといて、待てよ、後ろっ側にいると思うんで、ナイスカット。多分上なんじゃないかなとは思うね。水中戦がしたいよ。ちょっと待てよ、シーカー当たってんぜ。ちょっと水中戦のあれですね、頻度がだいぶ少なくなってきたんで、俺もちょっと上上がろうかな。じゃあ水中戦はもう序盤にだいぶ楽しむことができたんで、ちょっと上行ってみようか。こっちに敵いるんじゃないの？いるよねー。サイスか、さすがに厳しいか。ライトニングストライク打っちゃいましょうか。はいはいはい、こんな感じでどうでしょうか。味方ナイス、7点のリード。さらに俺がライトニングストライクでボート、ボート、掃除はできないけどボート、すごいね、テンション上がっちゃったぜ。でもやっぱり水中戦がしたいんだよね。せっかくなんで。向こうとか敵いても多分わかんないよね。名前出んのかな、名前。すごいね。多分この目の前に敵いるんじゃないのこれ。そんな気がする。多分まだまだ来るぜ。あと一人ぐらい来るはず。もう一人いるね。いやー、後ろからも来たかね、今。後ろからっすね。多分あの奥にスポーンだなー。そんな気がするね。もっとどんどん行きましょうか。多分まださっきのポジションでリスポーンしてると思うんで、違うかな？水中戦展開するかい？果てしに水中戦強いぜ。一回呼吸しといて、どっちか来る、どっちか来る、右回ってるっぽいね。一旦こっちのクリアリング行きます。いますね。行きましょうか。バリケがあるから、一旦こっちからぐるりと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 行きたいが、ちょっと迷ってしまったな。今センサーだとかあれだしらうとか、センサーだとかあれだしらうとかあったような気がしたが、レーザーは置かれたかな。ってことは多分この奥怪しいぞ。気をつけてくれ。シーカーが、待て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 、後ろから来たか。74対75対75、点差か。頑張っていこうぜ。ナイスカット。まだいるね。気をつけていこうぜ。うますぎる。やばいぞ。追いつかれないようにするぜ。さあここから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 、もう一回水中戦いきますか。多分そこいると思うんで、水中戦来てるね。果て神登場。いいね、高さです今の。高さがかなりありましたが、そこから上がるのは危険。レーザーワイヤーがあるから。ってことはシーカー投げて、シーカー頼むぜ。スレッシャーナイス、オーケー。危ないギリギリ、奥まだいるから気をつけろ。多分この奥にスポンしてくるぞ。右も気になるが、こっちいないかい。おっと左から来てるか。左やっぱ多いね。こっちは多分いないっぽいんで、おっとおっと、やばいぜ。思ったより体力減ってるけど、後ろからも来てる。待て待て待て、レーザーワイヤーがあるから。待てよ、そっちにもいるのね。こっち倒してダブルキルしていきながら、レーザーワイヤーがなくなってる。チャンスですよ。水中戦いきましょう。こんにちは、いらっしゃるんじゃないですかこの奥。そんな気がするんだが、はい、息継ぎしといて。この奥どうでしょうか、どうでしょうか。分かってたけど倒せず。さすがに厳しいか。テンペストラスト行こうぜ。水中テンペスト見せるしかないよね。行こうぜ。こんにちは、どうだい、後ろからか。あ、今いたような気がするけど、上っぽいっすね。そこにいるよ。ワンセットマン切る、強すぎる。これだよこれ。息継ぎしながらナイス。何キル、31キル、9レース。なかなかいいんじゃないですか。最後見せることができましたね、水中でのテンペストの良さ。果て神、あーテンペストのところかと思った。びっくりしたけども、序盤の水中戦良かったっすね。ここもしっかりと水中から高台カットしていく。さあこれですよ、これがジャングルフローデッドの戦い方ですよ。泳ぎながらしっかりと右左に動いて、でここでのクイックターンですよ。対戦ありがとうございました。ということで今回のこの動画、少しでもナイスプレイと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。